この番組はコナミとご覧のスポンサーの提供でお送りします。の一つ一つがこの世界の未来を決めていくことになる。軽はずみな行動はせいぜい控えるんだな。全ては貴様の選択次第。資格はない。この輝きは振村様のおっしゃった通りだ。始まったようだな。おい、どこまで歩くつもりだ。僕はもう歩きたくない。もうちょっとで着くわ。いい子だからもう少し頑張って。だから子供扱いすんな。だろ、分かっているなら気をつけろ。冗談抜きでもう少しだ。あの丘を越えたところにデビー族の村がある。デビー族、うん、そうか。ほら、俺は教えたぞ。今度はお前が教える番じゃないのか。世の中ギブアンドテイクって言うからね。何度も言わせるんじゃない。教えても僕には何の利益もないし、教えてはいけない決まりになっているのだ。それってどこの決まりなんだ。うん、それはだな、うん、うわ、危ない危ない。僕を騙そうとしても無駄なことだ。ちっ、もうちょっとだったのにね。もう頭にきたぞ。絶対にもう何も教えてやらないからな。
初から喋る気なんてないんだろ。自分のこととなると口が固いのよね。乗せられやすいくせに。まあいいさ、いずれ喋ってくれるだろう。ポロッとな。それもそうね。こら、僕を置いていくつもりか。ふんふん、ここがデビー族の村か。やっと着いたな。マルマロは。あ、いた。おい、マルマロ。お、マロ、久しぶりマロ。マルマ、お父様。残念でした。うわ、マロ。違うから。まったく知性もなければ品格も感じられない。おまけに礼儀もなっていない。こんなのが3人目の影使いだとはな。